ウィジェットエンジンはデスクトップ上にデスクトップウィジェットを表示、実行するソフトウェアサービス。ガジェットとも呼ばれる。デスクトップウィジェットは情報や頻繁に使われる機能へのアクセスを提供するアップレットである。ウィジェットエンジンはアプリケーションソフトやデスクトップ上で動作する小規模なアクセサリーソフトである。代表的なものとして Google の Google ガジェット、Windows Vista、 Mac OS 10 V10.4 Tiger, Yahoo Widget などがある。モバイルウィジェットとしては、アクセスのネットフラントブラウザーウィジェッツがあり、コミュニティサイトもある。他にもガジェットの共有サイト Yahoo Widget Gallery, Windows Live Gallery, Adobe Air Gallery といったものがある。アプリケーションソフトウェアや、デスクトップや、携帯電話の待ち受け画面上で動作する。 小規模なアクセサリーソフトもウィジェットエンジンとなる。MacOS のダッシュボード、Windows Vista の Windows サイドバー Yahoo の Yahoo Widgets、Access のネットフランとブラウザーウィジェット、Opera の Opera Widget, KDDI、沖縄セルラー電話の AU1 ガジェットなどが知られる。ウィジェットエンジンとウィジェットツールキットとは異なる概念である。ツールキットは GUI を構築するのに使われるもので、 複数のウィジェットを組み合わせて一つのアプリケーションを形成する。ツールキット内のウィジェットは単一の低レベルの機能を提供するもので、ツールキット内の他のウィジェットとやり取りするようになっている。一方、ウィジェットエンジンはエンドユーザーが使うものであり、それぞれがスタンドアロンで何らかのタスクを実行する。デスクトップウィジェットは開発が容易であることから、 様々なものが生み出されている。一般にいくつかの画像と十数行から数百行のソースコードで構成可能である。ウェブブラウザのようなホストシステム上でウィジェットをロードして実行する。これにより複数のデスクトップウィジェットがリソースとコードを共有して構築できるようになる。プラズマデスクトップの初期開発バージョン。プラズモイズを表示中ウィジェットは ダウンロード可能な対話型ツールであり、最新ニュース表示、天気表示、時刻表示、カレンダー、辞書、地図、電卓、付箋、写真ビューは、翻訳機などといったサービスを提供する。具体例として以下のようなウィジェットエンジンがある。基本的にシングルタスクであった初期のマッキントッシュにデスクアクセサリーと呼ばれるものがあったが、MacOS に疑似マルチタスクが実現されると、 デスクアクセサリーは通常のアプリケーション特別のつかないものになった。しかし、デスクアクセサリーはインターネットにはアクセスできない。インターネットにアクセスするデスクトップ上のオブジェクトとしては、マイクロソフトのアクティブデスクトップが最初であった。ウィジェットは1980年代頃から趣味で開発された様々な小型フリーウェアにも似ている。2 0 0年11月9日、 W3C の Web アプリケーションフォーマッツワーキンググループからウィジェッツ1.0のワーキングドラフトが発表された。ウィジェットは標準化の途上にある。2000年代後半に Windows Vista 7にウィジェットエンジンが標準搭載されるなど普及が進んだものの、2012年には Microsoft が Windows 8からウィジェットエンジンを削除し、 ビスタ7向けの公式のウィジェット配布サイトも終了した。同社は Windows 8で新たなユーザーインターフェースに注力し、またウィジェットがコンピュータの脆弱性の原因になることに注意を促している。またデスクトップ版オペラのオペラウィジェッツやヤフーウィジェットも開発やサービス提供の終了を表明しており、ウィジェットは過去のものになりつつある。モバイルウィジェットは デスクトップウィジェットと似ているが、携帯電話向けである。モバイルウィジェットは携帯電話の画面を最大限に有効活用したネット上の情報を利用したアプリケーションであることが多い。Java プラットフォーム、ミクロエディションベースのモバイル用、ウィジェットエンジンとしては、w i d o w s e Witex、WebWag、BluePills などがある。しかし、Java には携帯電話の画面上にウィジェットを 表示させるような標準 API がないため、それぞれ独自に実装を行っている。Ajax ベースのモバイルウィジェットのプラットフォームとしては、アクセスのネットフラントウィジェッツ、オープンウェーブのマイです。オペラソフトウェアのオペラプラットフォームなどがある。スマートフォンやタブレットにおいては、Android は OS 標準で、ホーム画面に多様なウィジェットを追加できる。iOS では、 従来ホーム画面に配置できるものはアイコンに限定され、ウィジェットを置くことはできなかったが、iOS14 よりホーム画面にウィジェットを置くことが可能になった。デスクトップウィジェットはメモリ使用量の少ないアプリケーションでデスクトップ上の小さい領域を使って表示される。その目的はあまり図々しくない形でリソースも消費せずにユーザーに適切な情報を提供することである。 基本的にデスクトップウィジェットは事前設定したデータソースから情報を入手しユーザーの要求に応じてそれを表示する理想的にはユーザーの好みに応じたコンテンツを表示すべきであるユーザーが要求する最も重要な日々の情報を提供するデスクトップウィジェットの多くはベンダーのウェブサイトから自由にダウンロード可能であるありがとうございます